西谷墳墓群の航空写真。西谷墳墓群。西谷墳墓群は、島根県出雲市大津町和座西谷にある、弥生時代後期から、古墳時代前期の墳墓群。国の史跡。出雲市外南東部の標高40メートル程度の丘陵に存在する。弥生時代後期から、古墳時代前期にかけての2世紀末から3世紀に、築造されたと考えられている。 1953年に確認され、2018年11月、現在は27号までと、番外5号までの32基の墳墓、古墳と横穴墓が確認されている。このうち、1から4.69号の6基が、四隅都市質型墳休墓,墓である。四隅都市質型墳休墓,墓は、出雲地方を中心とした特徴的な形をした、弥生時代の墳休墓,墓で、 この西谷奮母群や安木市の荒島奮母群に巨大なものが見られる。1953年、出雲市大津町下栗原あざ、西谷の丘陵地で、出雲市立第一中学校の生徒によって散乱している土器片が発見された。この土器片は1956年、同中学校の教員により下、下栗原西谷丘陵土器として報告され、出土地点が、 西谷丘陵遺跡と名付けられた。この出土地点は、今日では西谷4号墓と呼ばれている。1971年に、島根県立出雲商業高等学校の移転に、伴う島根県教育委員会による事前分布調査により、1号墓、4号墓、5号墓が確認された。1972年、出雲市教育研究会による1号墓の、 緊急発掘調査で、これが四隅都市質型粉球墓であることが確認された。この時点で、この一帯は、栗原古墳群もしくは、西谷古墳群と呼ばれていた。西谷墳墳群という名称は、1980年に、出雲考古学研究会が公表した、古代の出雲を考えるに西谷墳墳群で、確認できる。その後、 1983年より1992年までの10年にわたり、島根大学考古学研究室を主体に3号墓を中心に発掘調査が行われ、水銀種や弥生土器が出土し採取の後も確認された。2000年3月30日に国の史跡に指定された。現在、1号墓、6号墓の並ぶ丘陵は、西谷墳墓群史跡公園。 出雲弥生の森として整備が進められている。1から4.69号の6機については、四隅都市型墳球墓である。これらは斜面に、吹石が施されていた。その他、5.78号など18機の方形噴球簿、11.1416.25号の4機の、円形墳球墓が確認されており、2号墓東側斜面などに、横穴母群がある。 以下、各四隅都市型噴球帽を中心に記述する。四隅都市型噴球帽。南側部のみが確認されており、規模は不明であるが、20メートル前後と推測される。噴母群内で現在確認されている中で最小の四隅都市型噴球帽である。方形部南北35メートル東西24メートルの、長方形四隅都市型噴球帽。斜面に、 吹き石が施されていることが確認された。ガラス腕輪が発見されている。島根大学によって発掘調査された。方形部は、東西40メートル南北30メートル、高さ4.5メートル、突出部の付け根の幅7から8メートル、長さ6から7メートルの幅広大行で、中期紅葉には、ささやかな突出部であったが、後期紅葉になると大きく幅広い突出部に、 発達している。この突出部上面が墳町への墓道と考えられている。斜面は天石で覆われ、突出部から墳町にかけての両線部分は石を敷き詰めた道のようになっており、墳闘頂上には八つの埋葬施設があり、主張とその家族のためのいくつかの母校が掘られていた。そのうちの最大の母校の上には四つの柱穴が検出されており、 何らかの施設があったものと考えられている。その母校から、他地域からの搬入されたものも、多数含まれている。方形修行型やよいふんキューの修行の掘り、残し部分が渡り、徒弟で出入り口になっており、それが四隅突出型やよいふんキューの突出部と、関するのではないかとの考えも出されている。休合墓に次ぐ規模の四隅突出型やよいふんキューで、ある。 江戸時代には、仏教施設があり、周囲に基団が設けられていた。1983年より、詳細な調査が行われ、上部に主張が埋葬された第一主体があり、脇にその家族が被葬された第四主体がある。第一主体には深さ1メートルで二重の構造の土壕が掘られ、木管の外側に木格を持つものである。木管内は、 水銀種が敷き詰められており、大型22個、小型25個ほどの壁力性管玉の他に、ガラス小玉100個以上とコバルトブルーのガラス製マガ玉2個、玉、鉄拳が発掘された。毎度上から200数十個の銅器が検出されている。この土器の中には、キビの特殊機台特殊簿や北陸地方の土器に似ているものが多い。 墓穴の周囲に4カ所の柱穴が検出された。この柱穴は、主張の早々の際に建てられた、総裁用和妻屋で、次期主張候補を中心に葬儀が取り行われたと、推定されている。現在、斜面に、吹石が施されるなど、築造当時の姿に、復元作業が行われている。四隅都市型墳糾墓包茎部は、 東西32メートル南北26メートル。この墳墓群の中で最初に確認された墳墓で、1953年の造成工事の際に墳墓であることが確認された。この墳墓にも斜面に吹き石が施されている。地元産の壺などの大量の土器、日々山の特殊土器が発掘された。2世紀末に築造されたと推定される。 規模は22メートル17メートル、高さ2メートル程度の方形、または楕円形の墳墓と推定されている。築造年代は不明。四隅都室型墳級墓。一部が確認されており、規模は不明である。古墳時代に入り築造された方墳もしくは、前方後方墳と推定される。方形部は、東西42メートル南北35メートル。 高さ5メートル、この墳墓群中最大規模の四隅都市室型墳丘墓である。墳町には三谷神社が祀られている。2000年3月、国の史跡に指定される。三号墓の南隣にある。墳丘の西側と南側は原形を止めていない。一辺8メートル程度の豊墳、または円墳と推察される。幅70センチメートル。 深さ40センチメートルの土壕が一部に確認されており、周囲に回っていたと推定される。土壕より、弥生時代終末期の3世紀前半の土器が発掘されておりこの時期に築造されたと推定されている。西谷墳墓群の一部が史跡に親しんでもらえるように、出雲市によって整備され公開されている。公園内にある西谷二号墳展示室は、 石で装飾された紛糾の表面や墓穴が復元され、埋設施設が再現されている。西谷墳母群史跡公園に隣接する博物館。2010年に開館した。出雲市内の史跡を案内するガイダンス施設と埋蔵文化財発掘調査の拠点となる埋蔵文化財センターの機能を兼ねている。1階は資料室と研修施設。2階は展示室。 常設展示では、西谷墳墓群で発掘された、出土品と模型、西谷3号墳の10分の一時オラマが展示されている。所在地は、島根県出雲市大津町に1760番地。開館時間は9時から17時。入場料は無料。毎週火曜日及び、年末年始は休館。ありがとうございます。